パリ,ゴリン男子最終日、4日、ル・ゴルフ・ナショナル、フランス、7174YD、パー71。日本男子メダル初獲得を目指す松山英樹が、通算17アンダーの暫定3位で残り4ホールに入った。11アンダー4位から後半15番までに6バーディ、ボギーなしの猛チャージ。首位と1打差で最終盤を迎えた。前半アウトで4バーディを奪い、 10番で5つ目を決めた。12番で4メートルを沈め、13番終了時にトップと1打差にした。16番を終えたスコッティ・シェフラー、米国、松山の一つ後ろの最終組を回るトミー・フリートウッド、イングランド、が18アンダーの単独首位。16アンダー4位でジョン・ラーム、スペイン、と地元フランスのビクトル・ペレスが並んでいる。 イーブンパーの44位から出た中島啓太2バーディー3ボギー1ダブルボギーの74で回り通算 3, 3オーバーでホールアウトした。